こんにちは、ミルキーブルーです。東京雪が降ったね。大雪、桜と大雪がコラボした映像がねすごいんやけど、まあ、そんな中あることが問題なっとっちゃけど、パチンコ、これやばくない？なんか傘さして大雪の中行列で並んどっちゃけど、かなり問題と思うよね。今日とか200人以上並んでるっていう情報もあって、ちょっとそのね、まあ、行列の映像を見てみてよ。これこれやべえよね。この人たちは新型コロナにかかりたいのかっていう感じなんやけど、まあ、その新型コロナの恐怖よりもギャンブル依存症が打ち勝ってしまってる。もう完全に依存症よね、ギャンブル病気やんこれ。そもそも日本政府がなんでこれを自粛させんのかってことよね。ジムとかバイキングとかね、自粛しろって言ったせいで大打撃食らってるのに、パチンコだけはノーノーと儲けてる。ちょっと客は減っとうかもしれんけど、普段みたいにね、まあ、稼いでるかもしれんのやけど、まあ、ちょっとまあ今日本全体が3つの密っていうことで、換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離での密接した会話、これがどう考えてもパチンコがね当てはまっとっちゃうね。なのに政府は止めない、まあ、企業もまあ売り上げがあるんで閉めないんで、もうめちゃくちゃこの日本、危機感もなくただパチンコ行ってギラギラしたタバコが蔓延した大音量のとこで洗脳された人たちがパチンコをし続ける。まさに世紀末よねこれ。まあそう、まあそんな自己責任なんで新型コロナかかればいいけど、ちょっとねもうちょっとこれマスコミも取り上げないかんし、日本政府もちゃんと是正させるべきよね。まあちょっとあの行列はね目を疑うっちゃけど、まあとにかくそんなことにみんなもならんように、まあ危機感持ってね、もしかしたらロックダウンになるかもしれんので、あと本田健さんも3日間はロックダウンされて3日間はスーパーに並ばないようにっていう風に言いよったけん、まあ皆さん気をつけてお過ごしください。それじゃあ。